こんにちは、明け方クオリティです。今回は2024年6月の Google Pixel アップデートについてです。緊急性が高いセキュリティ面での修正も行われているようなので、早めにアップデートした方が良さそうです。ということで今回は月例アップデートの内容と3ヶ月に1回のフィーチャードロップによる新機能についてです。まずはアップデート内容から。バグの修正と改善についてですが、適用されるデバイスが多くややこしいので、適宜停止しながら確認をお願いします。内容はこんな感じです。私は心当たりのある内容の修正がいくつかあったのですが、皆さんはどうでしょうか？先日の動画でノバランチャーの調子が悪いという話をしましたが、なんとなく以前より安定して使えるようになった気がします。Pixel 6 Pro では以前に修正されたはずの画面のちらつき問題が再発しているという記事を見かけました。一度修正された不具合が再発するのは辛いですよね。今回のアップデートで修正されたのか気になります。また Google は一部の Pixel 8 でもディスプレイに関する縦線やちらつきなどの問題が発生する可能性があるとして、該当する Google Pixel 8 デバイスについて延長修理プログラムを提供するとしています。延長修理プログラムの対象となった Google Pixel 8 デバイスについては、ディスプレイを無料で1回交換できるようです。対象期間は購入日から3年間です。延長修理プログラムの対象外、もしくは修理費がかかる場合があることなど、詳細については概要欄にある URL、Google Pixel 8 延長修理プログラムを確認してください。次はセキュリティアップデートです。今回は重大度、致命的7件を含む50件の脆弱性が修正されています。修正された脆弱性の中には、機密データや認証情報などにアクセスされ、情報漏洩や任意のコードが実行可能になるというものもあります。アップデートできるようになったら、早めに更新した方が良さそうです。なかなかアップデートの通知が来ない場合は、設定、システム、ソフトウェアのアップデートからシステムアップデートを確認してみてください。次は Pixel スマートフォン向けの新機能について。まずは Pixel 8シリーズに追加された機能です。Pixel 8、8a でも Gemini Nano を利用できるようになりました。Gemini Nano はデバイス上のタスクのための最も効率的なモデルで、デバイス上で迅速な応答を提供するように最適化されていますとのこと。 Pixel 8、8a で利用するには開発者向けオプションを使うことで利用できるようです。 Gemini はレコーダーアプリの要約機能をデバイス上で実行、会話の文字起こしも便利になるとのことですが、現在は英語のみで利用可能となっています。エンターテイメントを大画面でということで、ディスプレイポートオルタネートモードに対応しました。Pixel 8シリーズ上のコンテンツを USB-C に対応したディスプレイなどで楽しむことができます。デバイスを探す機能では、電源がオフの時やバッテリーが切れている時でも、スマートフォンの位置を特定できるようになりました。条件はあるようですが、電源が切れていても23時間以上デバイスの位置を特定できるようです。次はカメラの機能で、Pixel 6 Pro、7 Pro、8 Pro、Fold では写真撮影時に使用するレンズを手動で選択できるようになったようです。また Pixel 6以降のスマートフォンでは HDR プラスでの撮影時にシャッターボタンを1回押すだけで最高の瞬間を自動的に識別できるようになったようです。ということで2024年6月の Google Pixel アップデートについてでした。Pixel 8 の発売当初は Gemini Nano を導入する予定はないとしていましたが、 Pixel 8 だけでなく 8a に導入されたのは意外でした。付け焼き刃的なことにならないといいのですが、セキュリティアップデートも重要なので早めに更新してくださいね。よかったらコメント、チャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。